たまべ知識認定コーチの西村です。本日はこちらの本のご紹介です。じゃん。アスペルガーのパートナーのいる女性が知っておくべき22の心得です。アスペルガー症候群っていうのはですね、非言語行動、視線とか顔の表情とか姿勢、ジェスチャーなんかの理解が乏しくって、同世代と適切な関係を築けなくって、人との相互関係が希薄、熱中すると異常なほどにのめり込んじゃうとかっていう、アスペルガーとかいわゆる自閉症スペクトラム障害っていうのは発達障害とか性質なので病気じゃないんですね。だからそのまんまであるという感じです。男性に多いんだそうです。そのアスペルガーの方と結婚したりお付き合いするとですね、普通のつまり定型発達してる男性と反応が違うんですよ。なのでまあいろんなちょっと苦しみを定型発達の人が感じてですね、ひどいとつまりほったらかしにされてるとか、なんで私の思い通じないのみたいな感じになっちゃって、そのパートナーの側、まあ男性のアスペルガーの方の場合女性のパートナーになるってことになるんですけど、まあ、カッサンドラ愛情剥奪症候群っていうのにひどい人になっちゃうんですね。まあ、不安感に襲われたりとか健康被害が出たりとか鬱になったりとかそういうものだそうです。私ちょっと臨床心理士じゃないんでね、そういう診断とかは全然できないんですけど、まあでもそういう相談は私のコーチングとかでは来ます。こういうケースの場合ってアスペルガーの方の側にですね、自分がアスピーだ、アスピーって差別語じゃないんですよ、自分がアスピーだから注意しなきゃっていう協力的な態度だったらまだ救いがあるんですよ。でもそうじゃなかったら定型発達のパートナーの方すごく苦労します。私の役目はそういう苦労してる方の心に寄り添うことみたいな感じになるんですけど、距離取らなきゃいけないんですね。結論から言うと適切な距離を保って相手のアスピーの傾向っていうのを受容するか、そして自分は自分っていうそういったスタンスをちゃんと確立することがカッサンドラ症候群を防ぐことになるよってことで、どういう時にはどういうふうに考えようよっていうことで、この本のいいとこはポジティブノートっていうのが書いてあるんですよ。相手がアスペルガーの方であるがゆえにあなたが得られる部分もあるんですよっていうようなの書いてあるのが、いいなって思いました。以前こういう本ってなかったと思うんですよね。なんか相手がアスペルガーでもなすすべなくみたいな感じで泣いてばっかりっていう人が、まあ、多かったと思うんですけど、彼の態度はこういう考えから来てるんだよ、じゃああなたはこういうふうに接すればいいよみたいなハウトゥー本があるのって、いいなと思います。もし相手がアスペルガーかなと思った方、ぜひちょっとチェックしてみると、いいんじゃないかっていうふうに考えます。